さあ始めました、サトリズム TV 浅村でございます。はい、ということでですね、これ先週ですね、ニコ生配信で悪意のない大暴言スペシャル、ジェンダーレスアホトイレをぶった切るという回やりましたけれどもですね、あれ生放送で見れてた人はいいんですけども、アーカイブ編集しようと思ったらですね、動画が撮れてなかったと。誠申し訳ございません。ほんでこのね、動画がなんで撮れなかったのかというとですね、新しいパソコンに買い替えたんですよね。前のがちょっと調子悪くなったんで。で、この新しいパソコンに買い替えた方がいいんですけどもね、この配信ソフトのですね、設定が結構めんどくさいと。録画するようにしてなかったもんですから、まぁ、ちょっと改善しましたけどもね。ということで、そのジェンダーレスアホトイレの回が撮れてなかったということで、もうどうしようかなと考えたんですけども、もうそれやったらですね、もう普通の動画として収録しちまえということで、今カメラを回して撮ってるということですから、悪意のない大暴言ですからね。だからもうその普段のサトリズム TV のですね、非常にこのクオリティの高い考察と流暢な日本語ではないかもしれませんね。もう汚い日本語でなんかもうディスりますけれども、これ悪意がございませんので、スカッとしたいなという方はですね、まあ見ていただければなというふうに思います。先日ですね、渋谷でプレミアムセッション、お越しいただいた皆さんありがとうございました。で、そのね、プレミアムセッションにお越しいただいた方結構言ってたんですけども、もう渋谷のなんとかビル、もうジェンダーレストイレになってひどいんですよ、気持ち悪いんですよ、みたいな声いっぱいいただきました。ね、でも SNS とかテレビでももう話題沸騰ですけれども、このジェンダーレストイレね、もうこれに関してはですね、もうサトリズム TV がもう、土星論を言ってきました。もう解決方法としては、男子トイレ、女子トイレ、心は女子トイレを作ればいいだけの話なんですよ。それだけの話にもかかわらずですね、何を土地狂ったか、女子トイレを潰して、その女子トイレをジェンダーレストイレにしましょうとかって、アホちゃんと。え、だってもう海外ではですよ、例えば中国なんかでもジェンダーレストイレとかって設置されてね、ほんで中国人女性がですよ、レイプ被害に遭ってるとかっていう事件いっぱいあるわけでしょ。アメリカでもそうですし、だからそういうことになるわけですよ。だから女子トイレは女子トイレで残さなあかんわけね。なんで女子トイレを潰してジェンダーレストイレするけど男子トイレは残すんですかって。男子トイレもジェンダーレストイレにすりゃいいじゃないですか。どっちかというと性被害とかっていうことを考えると、女子トイレを残して男子トイレを潰してジェンダーレストイレにすりゃいいんじゃないですかと。だけどもう正論で行くんだったら、心が女で体が男っていう人もいるようにですね、心も体も男の人、心も体も女の人がいるわけですね、数でいくとまあまあ多いわけですよ。で、そういう人たちの、特に女子トイレを潰すっていうことですよ。心も女も女性っていう人の権利を侵害してるわけですから。心も体も女子の人はですね、心も体も女子の人たちと同じトイレを使いたいし、同じお風呂に入りたいしということですからね。そういう人たちの権利を侵害して、体は男でも心が女ってやつを受け入れろとかっていうのは、強要でありね、ある種暴力であるということなわけですから、もうシンプルにですね、解決方法としてはね、その LGBT の人が安心して気持ちよくトイレを使いたいわけですから、 LGBT の人のトイレを作ればいいということです。 LGBT の人は心も体も女の人と同じ場所にいなきゃいけないんですか？それ違いますよね。気持ちよくトイレを使いたいだけの話でしょ、このトイレを作るっていうことは。そういうことでしょ。心も体も女の人と同じトイレを使いたいっていうのは、それは願望でしょ。その願望じゃないでしょ。守らなければいけないのは LGBT の人の人権であり尊厳であるわけですからね。人権を尊重できればいいわけですから、心も体も女の人と同じトイレに入りたいっていうのは願望ですからね。これ願望と人権はきちっと区別するべきだと思います。だってそれで言ったらですよ、心も体も男の人がですね、心も体も女の人の風呂覗きたいっていうのも、これ願望になってくるわけですからね。これ別に男の人権尊重しろとかっていう話じゃないわけですから、本質は気分よくトイレを使いたいということなわけでしょ。変な目で見られたくないっていうことなんだったらですよ、男子トイレ、女子トイレ、心は女子トイレっていうのを作ればいいわけです。そしてもう一つ、障害者のための多目的トイレっていうのを作る、これ4つ作ればいいだけの話じゃないですか。したがって LGBT 推進の観点からですね、トイレは4種類作ることが望ましいっていうことを言えばいいんですよ。で、4つ5つトイレ作ることにそんな金かかりますか？
岸田総理は海外にどれだけ金ばらまいとるんですか？ねえ。それからあんた、あのガチクソマスクを未だにしてる人たちは年間どれぐらいマスク予算かけてるんですか？みんな寄ってたかってアホみたいにワクチン打ちまくって、むちゃくちゃ高いワクチン料金誰が払ってるんですか？国民が税金で払ってるんでしょ？ね。もうそんなしょうもないことに大金を使いまくり、総理大臣は栄華をしたいから海外に金をばらまきまくり、ね、で海外からやってくる日本に滞在する外国人に金配りまくってるくせに、そんだけ金があんねやったらトイレ作ったらええがないって話ですよ、ね、心は女トイレ作ったらええだけの話や、ね、お風呂も男風呂女風呂、心は女風呂作ったらええだけの話じゃないですか。そうでしょ。にもかかわらずですね、障害者専用風呂ってないじゃないですか。数パーセントありますか？障害者のための専用の風呂がありますよと、ね、普通の健常者に混じってたんだったらそのいろいろ不自由があるでしょうと、ね、だけど障害者の方にもゆっくりお風呂に入っていただきたいので、障害者の人ができるだけ入りやすく作ってある設計のお風呂がありますよってないじゃないですか。一番ハンディ背負ってるの障害者の人じゃないですか。体不自由なんだからね。多目的トイレってなるけど障害者専用のトイレってないじゃないですか。そうでしょ。障害者専用風呂もないし、障害者専用のトイレとかも作らんくせにですね、何がジェンダーレストイレよ、一生懸命作ろうとしとんねんと。で、あ、LGBT 差別禁止法、稲田朋美もほんま、いろいろ聞くところによりますと、稲田朋美ね、あの安倍総理に引っ張り上げてもらった稲田朋美はですね、安倍総理に泣きついたけども、安倍総理が LGBT 禁止法案なんてのは別に今日本で特に自民党が一生懸命やるべきことじゃないだろうと、もっとやるべきことは他にあるんだろうと言って、もう支援しないぞと言われてですね、ほんでいやもう二度と LGBT には関わりませんのでっていうふうに頭を下げて許してもらったみたいな話も聞くじゃないですか。まあ週刊誌レベルかもしれませんけどもね。にもかかわらず安倍さんが死んだ後にですね、 LGBT 差別禁止を、 LGBT 差別がどれだけ起こったんねんと。だいたいそもそも日本はですね、その戦国時代からもですよ、男色とか、ね、そういう文化あるわけ、そういう文化あるんですよ。だから割とそういう LGBT に関しては懐が広いというかね、あんまりその差別感情あんまないわけで、その証拠にですよ、例えばテレビつけたってね、その昔で行くと三輪明宏さんとかね、カルーセル麻紀さんとか、それからピーターさん、あのピーターさんの映画のデビュー作見てくださいよ、バラの葬列っていうすごい映画ありますけども、めちゃめちゃ綺麗ですよピーターさん、あの時若干16歳ね。で、そういう映画もあるし、それから今だったらテレビつけたらマツコデラックスさんとか活躍されてるし、例えば美容家のね、IKKOさんとか、あのメイクのオグ姉さんでしたっけね、ああいう、まあ言うなれば LGBT の方々が大活躍されてるじゃないですか。日本社会テレビバリバリ出まくってるし、雑誌めちゃくちゃ載ってるしってことでしょ。それから新宿の2丁目行ってもですよ、それからその大阪の南とか梅田の小松原町とか行ってもですね、そのゲイバーとかってめちゃくちゃ盛り上がってます。それは今コロナで落ち込んでるかもしれないけれども、めちゃくちゃ盛り上がってんすよ、おかまちゃん面白いってことでね。そうでしょ。だから日本で LGBT の差別ってどれだけ社会問題なんだっていうこともまああるわけです。さあもちろん差別がないとは言いませんけれどもですよ、例えば結婚における差別とかっていうのはあるかもしれない。だけどそれとジェンダーレストイレを一生懸命ご利用して作らなきゃいけないと全然次元が違うじゃないですかね。でその証拠にですね、 LGBT の団体の方々がわざわざ記者会見を開いて、あの LGBT 差別禁止法案なんてものは必要ないんですという声明出したじゃないですか。あの方々は分かってるわけです。この LGBT ね、推進っていうのがですよ、 LGBT 差別禁止法っていうのがですね、自分たちの人権を守るものじゃないってことを分かってるわけです。つまりこのジェンダーレスとかっていうのがですね、本当に LGBT の人たちの生きやすい世の中を作るんじゃなく逆です、分断を生むための政策なんだということをですね、本当に LGBT の人たちは分かってるということですよ。だからわざわざそんな差別禁止法なんかいらないんだという声を上げてるじゃないですか。普通は LGBT 差別禁止法なんてのを作るときはですね、 LGBT の方々の声が反映されなきゃいけないわけでしょ。
声が反映されたもので法律を作るべきものなのにですね、LGBT の団体の人たちがそんな法律いりませんよって言ってるってことは、そういう方々の声が全然反映されてないっていうことじゃないですか。誰の声が反映されてるんですかって話でしょ。稲田朋美さんのバックで LGBT を一生懸命ご利用して推進してるのは何人の、ね、誰ですか。外国人じゃないんですかと。どこかの大使なんじゃないですかっていうね、まあそういうことなわけでしょ。でその大使はなんでそこを日本でご利用しするんかというと、民主ね、その祖国の民主党の中で手柄を立てたいからっていうこともあるし、さらにそのバックにはですね、その性別という概念を我々から奪って、でもっと言うと女性という生き物をですね、この世界からほぼほぼ消していくための大戦略があるんじゃないですか。まあ話を元を戻しますけれどもですね、本来この LGBT 差別を解消するための法律を作るんだったらですよ、そんなものいらないって声を上げた LGBT 団体の方々の声が反映されなきゃおかしいでしょっていうことだし、でこの日本において LGBT をめぐる差別、どういう問題があるのかっていうことね。でこれがトイレをですね、女子トイレを潰してジェンダーレスアホトイレを作ったから解消されるんですかっていうことね。これ女性の人権を侵害してるということなわけです。これはもうジェンダーレス風呂とかも一緒ですね。ほんで、まあ、話はちょっと変わるけれどもですよ、えこの LGBT を認めましょうっていうことだったらですね、いろんなことを認めていかなきゃいけなくなるわけでしょね。それでですね、トランスエイジっていうのがもうなんかあるんですね。僕はあんまり知りませんでしたけれどもですよ。ね。まあ私今45歳ですから、体は45歳なんだけれども、心が5歳なんです、バブバブみたいな人が、まあ、いるわけですよね。で、これ、いるものはしょうがない。いるものはしょうがない。僕はちょっとよくわかんないけど、いるものはしょうがないんだけれどもですね。ほんならこのトランスエイジの人たちの主張も認めていかなきゃいけないわけですけれどもですよ。でないとそれ差別になるでしょ。ね、ほんならトランスエイジのためのトイレとかトランスエイジのための風呂とか用意しなきゃいけないわけですよ。でないとですよ、ね、体は45歳のおっさんですけど心は3歳の女の子ですから、女風呂は入らせてくれってことになってきてですね、これまた女性の、ね、心も体も女の人の人権を侵害するってことになってくるわけですから、このトランスエイジ専用風呂とかも作らなあかんわけですよ。これとかトランスジェンダーの人とトランスエイジの人のこれまた別々で風呂作らないところ差別になってくると、まあ、いうことなわけでしょ、ね、だけどもですよ、でもそこじゃあ分かったと5万歩譲って認めていこうということになればですね、ね、ほなお前はその体は45歳かもしんないけれどもですね、心は5歳なんだろうと、ほんならね、お前働きたくないだろうと、ね、学校行きたいだろうと、勉強したいだろうと、よいしょ、まあ、小学生からやり直せと、再教育してやるということなわけだしね。で、お前心が5歳なんだったら、お前選挙とかわかんないんだったら選挙権剥奪しますということなわけですよね。まあ、トランスエイジを認めていくってなってくるとですね、いろいろな、ね、ハードルが出てくるわけですよ。もう選挙権剥奪せなあかんし、小学校もっぺん行かさなあかん、小学校もっぺん行かさなあかんけれどもですよ、ね、この体が45歳のおっさんがで、いかに心が7歳かもしれませんけども、こんな体のね、45歳のおっさんが普通の小学校行ったら小学生引くがな、引くがな、そんなもん。ほんならですよ、トランスエイジ専用小学校中学校高校とか作らなあかんのみたいな話、まあ、当然なってくるしね。でそれで行くとですよね、こうやってまあ動画を喋りながら、俺は体は45歳かもしんないけれども、心は65歳だなと。まあ、確かに、いろんなもの知ってると。ね。で、まあ、究極悟ってはないかもしれないけど、一応まあ、悟りズムっていうことなんで、まあ、65歳ぐらいの悟りには達したかもしんないなと。俺は体は45歳だけれども、最近まあ、肩も上がんないし、心は65歳だと。いうこと認めてくださいね。こう悟りズム、心は65歳認めてくださいよと。LGBT 認めてるんだったら、心が女、体は男やけど心が女を認めてるんだったら、体は45歳やけど心は65歳認めてくださいよと。で、私は心は65歳ですから年金くださいよと。もう年金満額もらわなきゃ、私の尊厳が守られないんですよ、ということになってくるわけですから、これ、サトリズム TV を見てる人はですね、今すぐですね、心は65歳を主張してください。心は65歳ということを認めてくれと言ってください。で、認めた以上はですね、認めたなと。じゃあ、年金今からくださいよと。まあ、いうことになってきてですね、これまあ私みたいなへりくつをこねるやつがですよ、こね出したらですね、
もうそのトランスなんとかっていうのはもう認めざるを得なくなってきますよと、ね。だからどこで線を引きますかっていうこともですね、同時に考えていかなかったら、もう本当にボーダーレスですからね。そして、このボーダーレスっていうところを画策してるのがですよ。このグレートリセットを推進してる連中なわけですから、ボーダーをどん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 取っ払っていくわけですから、我々はですね、そこを見抜いてボーダーを作っていくっていうことをしなきゃいけないわけです。これまあ認めなきゃいけないけど、ここにボーダー作ります。ここにボーダー作ります。ボーダーどん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 作っていくぐらいの勢いでですね、主張していかなきゃいけないわけですから、これはどっかで境界線引かなきゃ話にならんでしょうっていうふうに言わすためにもですね、我々は今日からですよ。トランスエイジ、心は65歳。ね、心は65歳認めろと。で、認めたんだったら、今日から俺に年金払ってくれと。退職させてくれと。まあ、いうことを言わなきゃいけませんよとね。で、そのトランスエイジで心が70歳、70歳なんですから、ね。京都市営地下鉄はタダで乗せてくださいとかっていうことはなってくると。ね、それをご利用しで主張して、初めて世の中が、もう全部が全部認めるわけにいかんだろうと。いうふうに、まあ、逆向きに動いていくというためにもですね、我々は多少強引かもしれませんけれどもですよ。ね。へりくつであっても、こねてボーダー作っていくっていうこともですね、ちょっと考えていかなきゃいけませんよ、ということをですね、まあ、喋って今日は終わりたいなと思います。ということで、まあ、通常のね、通常のクオリティの高いサトリズム TV とは、まあ、ちょっとほど遠い。だけれどもですね、今日はまあ、悪意のない大暴言ですから、悪意のない大暴言スペシャルということをですね、まあ、ご了承いただいて、まあ、見ていただきたかったということでございます。ということで、まあ、今日はもう告知もしませんけれども、まあ、告知出しときますんで、またこれチェックしてみていただければというふうに思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。さよなら。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。ニコニコ動画のフォローおよびその他あれもこれもいろいろとよろしくお願いいたします。